はい、ともこです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回ですね、チルト式とバリアングルっていうですね、まあ、カメラのですね、モニターのですね、種類があるんですけども、こちらのですね、まあ、どちらがいいのかっていうところをですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。で、チルト式がいいとかですね、バリアングルがいいとかですね、まあ、いろんなですね、長所と短所がですね、やっぱあるんですよ。それぞれのモニターでですね。で、こちらのですね、長所と短所、それぞれですね、チルト式の長所と短所、バリアングルの長所と短所、まあ、この辺についてですね、お話をしていきたいと思いますし、まあ、私個人としてこちらの方がですね使いやすいっていうところもですねお話ししていきたいと思いますので、よかったらですね最後までご覧いただけたらと思いますし、参考にしていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画に関するいろんなことをですねお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですね、こちらチルト式がいいのかバリアングルがいいのか、まずですねチルト式の長所と短所についてお話をしていきたいと思います。はい、こちらですね、チルト式の長所なんですけども、まずですね、チルト式っていうのはですね、こちらのモニターのようにですね、上下にこのモニターが稼働するものをですね、チルト式というふうに言います。まあ、このチルト式、まあ、どういった長所があるのかというとですね、まずですね、レンズとモニターとのですね、軸が同じっていうところなんですよ。ここのですね、レンズの軸っていうのがありますので、で、モニターここにありますよね。で、ファインダーとこの軸がですね、全部一緒なんですよ。なので、ファインダーを覗いた時と、このモニターを見てる時全部一緒なんですよね。レンズをですね覗いてるのとほとんど同じようなですね状態で撮影できるっていうところがすごくメリットなんですよ。そこがですね結構、違ってくるとですね、まあ撮影している時にちょっとした違いっていうのがやっぱりですねちょっと気持ち悪かったりですね、まあ、撮影がちょっとしづらいなっていうふうにですね思う感覚っていうのがですねあったりするんですよ。まあそういったところですね、全ての軸が一緒っていうところはですねすごく撮影がですねしやすいっていうメリットがあります。はい、そしてですね、まあワンアクションで稼働できるっていうところなんですよ。例えばですね、これ下からのですね撮影するときにモニターをですね見づらいですよね、通常はですね。なのでこのモニターをですねポンと上に上げるだけでですね撮影、下からですね撮影するときにしやすいっていうところがあります。これはですねワンアクションでできるんですよ。このワンアクションでこのですねモニターをポンと上に上げるだけでワンアクションで撮影できるっていうところが、まあすごく使いやすいのかなっていうふうに思います。まあ、ここはですねチルト式の一番のメリットかなっていうふうには思っております。あとですね撮影時のタッチ操作っていうのがですね、まあ、安定するっていうところなんですよね。例えば撮影している時ってこう左手でこの軸を押さえて、まあ、レンズの方ですねこの重心っていうのを押さえて、まあ、右手を添えて撮影をしますよね。まあ、これ動画を撮影する時もほとんど同じだと思います。はい、そういった時にですね、まあ、モニターをタッチするとき、まあ、タッチフォーカスとか、リアルタイムトラッキングとかですね、ソニーのカメラだとあるんですけども、まあ、他のカメラにもあるんですよね。タッチ画面でですね、フォーカスを決定したりとか、この部分にですね、ピントを合わせるとかですね、そういった機能があります。そういったときにですね、ここにですね、ピントを合わせるっていう形で、ポンと触りますよね。それを右手で行えるんですよ。で、このですね、軸をですね、持ったまま右手でですね、ポンポンと押せるっていうところがですね、安定しやすいっていうところがですね、すごくメリットとしてあります。続いてですね、まあ、短所についてお話をですね、していきたいと思います。はい、短所なんですけども、まあ、縦撮影ではほとんどこのですね、チルト式意味がないっていうか、まあ、ですね、固定カメラとほとんど変わらない状態になります。っていうのがですね、まあ、ここしか動かないので、縦撮影ではですね、こういった撮影ではしないですよね。はい。なので、ここはですね、もうほとんど閉じたままになると思います。モニターを見ながらの縦撮影はですね。なので、縦撮影ではほとんど意味がないっていうところにあります。ただですね、まあ、三軸のチルト式っていうのもですね、中にはですね、あるんですよ。で、ここがですね、上向きにですね、動くっていうものもあるんですけども、ほとんどの場合のチルト式はこのですね、上下の稼働しかしないので、まあそういったところがちょっと短所ではあります。はい。そしてですね、まあ、カメラによって可動域が違うっていうところもですね、結構これですね、まあ、使い勝手が悪かったりするんですよね。例えば私が使ってるこの α6400、今動画を撮っているものなんですけども、画面をですね、こっち側に向けてですね、まあ、自撮り、画面を見ながらですね、撮影をすることができます。まあ、これもチルト式なんですけども、こちらのですね、D750 ニコンのですね、一眼レフなんですけども、こちらですね、ここまでしか稼働しないので、自撮りっていうのができないんですよ。なので、そういった場面結構不便だったりしますし、
カメラによってはこのですね、まあ、こういった状態ができなかったりとか、あとはですね、下からですね、まあ、画面が、こっち側を向いて、自撮りをですね、することができるっていうものもあります。そういったですね、まあ、カメラによってこの可動域が違うっていうのは、まあ、選択肢をですね、狭めることにもなりますし、このカメラが欲しいのに、ここしか可動域がないっていうところもですね、すごく残念なところではあると思います。まあ、そこがですね、ちょっと短所ではあるかなっていうふうにはですね、思っております。そしてですね、まあ、自撮りに結構不向きな場面もあるんですよ。例えば、まあ、私のようにですね、自撮りをしながら動画を撮ったりする場合に、ここにですね、マイクをつけたりする方もいらっしゃると思います。そういった場合に、上からモニターがですね、覗いている場合っていうのは、このマイクが邪魔でモニターが見えなくなってしまうっていうですね、不便さがあるんですよ。で、逆にですね、この下から覗くモニターっていうのもあります。まあ、下からですね、見ながら、モニターを見ながら自撮りができるっていうものもありますけども、それはですね、例えば手が邪魔だったりしますよね。こういった場面で撮ったりしますので、この手が邪魔で画面が見えなかったりとか、あとはですね、三脚に置いた時にも三脚が邪魔でモニターが見えなかったりとか、そういったですね、まあ、カメラの可動域によって、しかも自撮りがですね、すごくしにくいっていうところがですね、このチルト式のですね、短所であり、まあ、こういったですね、自撮りをしない方にはあんまり短所ではないかもしれないんですけども、そういったところがですね、やっぱりチルト式の弱点だなっていうふうにですね、思ってる方もたくさんいらっしゃると思います。あとですね、まあ、私、動画に関することなんですけども、例えば、こういったですね、ジンバルを使ってカメラをですね、乗せて、手ぶれがですね、起きにくい状態で撮影するっていうこともですね、結構使います。このですね、ジンバルに乗せるときって、このバランスをですね、まず取るんですよ。で、このバランスがですね、まあ、上下、左右、そういったところのですね、バランスを取って、このバランスがですね、取れた状態から起動して撮影するっていうことになるんですけども、このチルト式っていうのはですね、この画面をですね、動かすことによって、荷重がですね、ちょっと後ろに行っちゃうので、バランスがですね、崩れるんですよ。で、そういった時にですね、まあ、ギリギリの積載量のですね、カメラをジンバルに乗せた時に、これを動かした時にですね、ちょっと、バランスがですね、崩れてしまって、たまにですね、このジンバルのですね、モーターに負荷がかかりすぎて、カクンってなっちゃう時があるんですよね。で、そういったところがですね、ちょっと使いづらいかなっていうふうに思ってますので、まあ、そういった動画の場面ですね、自撮りをするとか、ジンバルを使うとかですね、そういった場面で結構不便な場面もですね、ありますので、その辺はですね、ちょっと注意が必要かなっていうふうには思っております。はい、続いてですね、バリアングル、こちらのですね、まあ、長所と短所についてお話をしていきたいと思います。まずはですね、長所なんですけど、その前にですね、まあ、バリアングルってどういうモニターなのかというと、ここ画面がですね、横にパカッと開いて、これをですね、くるくる回すことができるんですよ。360度ですね。なので、まあ、すごくですね、いろんな撮影パターンに対応できるのがこのバリアングルになってて、まあ、最近の流行りのですね、モニターにもなってますので、最近出てくるカメラっていうのはほとんどがですね、このバリアングルになってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、このバリアングルについてのですね、長所と短所についてお話をしていきたいと思うんですけど、まず長所の方なんですけども、こちらですね、縦撮影がしやすいっていうところなんですよ。はい。まあ、縦撮影の場合ですね、こうパカッと開いてですね、まあ、このモニターをですね、チルト式とですね、同じような使い勝手になっていると思います。なので、縦撮影をする方にはですね、ローポジションで撮影するときなんかは、このですね、バリアングルっていうのはすごく使いやすいので、その辺はですね、結構重宝するところではありますね。先ほどのチルト式の場合はですね、縦撮影の場合はほとんど意味がないんですけども、このバリアングルではですね、めちゃくちゃ、機能をですね、発揮しますので、まあ、縦撮影を結構する方っていうのはですね、このバリアングルすごく重宝できるんじゃないかなっていうふうには思います。あとですね、自撮りやですね、いろんな撮影に対応できるっていうところなんですけども、まあ、こう画面がですね、ここからパカって出てきますし、これをくるくる回すことができるので、それによってですね、まあ撮影、自撮りもできますし、こういった普通に撮影することもですね、柔軟にすることができます。下からも上からもですね、ここくるくる回すことができるので、そういった場面ですごくですね、いろんな撮影パターンに対応できるっていうのがこのバリアングルなので、まあ、そこがすごく今人気なですねところなのかなっていうふうには思っております。はい。あとはですね、まあ画面をですね、くるっと回せるので、ここですね、まあチルト式の場合はですね、画面が露出してしまうんですけども、裏側にして畳むことによってですね、画面をですね、保護することができるんですよ。画面をですね、内側にすることができるので、そういったところでですね、例えばバッグの中に入れて持ち運ぶときに、他の機材がですね、この画面を
傷つけてしまうっていうことがですねあるかもしれないんですけども、そういった豆をですね、保護できるっていう部分もですね結構このバリアングルすごくいいところかなっていうふうに思います。あとはですねこうぶら下げてる時にこのボタンがですねここに当たっちゃうことがあるんですよね。それによって傷をですねつけてしまうこともですね泣きにしもあらずなので、そういった場面でですね畳んでおけばですね傷つくことがないので画面がですね、私も一応フィルム貼ってるんですけども、そういったところでですね保護できるかなっていうところがですねすごくいいところかなっていうふうに思います。あとはですね、ジンバル、先ほどはですねチルト式の場合このジンバルを使った時に画面をですね稼働した場合に、バランスが崩れるっていうお話をしたんですけども、このですねバリアングルの場合はですねほとんど崩れないんですよね。っていうのがですねここパカッと開いてですねこの状態でバランスを取ってしまえば、これですねどこに向けてもほとんどですねこの荷重っていうのは変わらないので、そういったところでですね自撮りもですね普通に撮るっていうのにもですね、すごくこのジンバルをつけたままっていうのはですね撮影がしやすいかなっていうふうに思います。その辺がですね結構このチルト式じゃなくてバリアングル欲しくなってきたっていうですね私のですね気持ちの中に、このジンバルをですね使って撮影する中で動画他にはですね結構このバリアングルが向いてるのかなっていうふうにはですね思っているので、この辺がですね結構選択肢として、バリアングル結構皆さんが選ぶ理由の中に、自撮りをするとかですね普通に撮影するとかそういったところに柔軟にですね対応できるものになってるっていうところがやっぱり大きいんじゃないかなっていうふうに思いますし、こういったジンバルを使っての撮影にもですね柔軟に対応できるっていうところがすごくいいところっていうふうにですね思いますので、この辺がですね結構長所なのかなっていうふうに思います。あと短所の方についてお話をするんですけども、こちらがですね、レンズとモニターとの軸がですね、変わるっていうところなんですよ。モニターをですねこの閉じてる状態のままですねいいんですけども、パカッて開いた場合ここにですねモニターが来ますよね。横にですねこっちにモニターが来るので、そうするとですねレンズの軸っていうのがここで、モニターっていうのがここですよね。そうするとですね、この軸っていうのがここの実際に見えてるものっていうのはここなんですけども、モニターを見てるのはここなんですよね。なのでこの軸の違いっていうのがちょっと気持ち悪かったりしますし、ちょっとですね不安定というか、撮影してる時に見づらいかなっていうですねところがあります。そういったところがですねちょっと短所かなっていうふうには思います。あとはですね撮影までの過程がですねちょっと2アクションっていうところなんですよ。チルト式の場合はですねこの1アクションで下からの撮影っていうのができたんですけども、バリアングルの場合はですね1回開いてくるっと回さなきゃいけないので、この1回開くというワンアクションがですねちょっと無駄になるんですよね。これをですね毎回するとなると結構ですねめんどくさかったりするので、その辺を考えてもですね結構チルト式の方がワンアクションでできるというメリットがあります。この辺がですね使いづらいのかなっていうふうにですね、私はバリアングルを使ったことが何回かあるので、その部分でちょっとこの2アクションっていうのは結構めんどくさかったかなっていうところがですねあります。あとはですね撮影時のですねタッチ操作っていうのがですね結構不安定なんですよ。チルド式の場合はタッチ操作がですね、こういった形で左手でですね持ったままパッパッパッってできるんですけども、モニターがですねこっち横側に来た場合、このですね手がクロスしてこういった状態でですねタッチしなきゃいけないんですよ。左側に来るんでですね、左手で持ってて左側にですねモニターがあるので、このタッチっていうのがですねしづらいんですよ。なのでタッチフォーカスとかリアルタイムトラッキングとかそういった場面をですね使いたい場合にちょっと使いづらいかなっていうふうに思います。で、ここまでですね、バリアングルとチルト式のですね、長所と短所についてお話をしてきたんですけども、私個人的なですね、撮影スタイルによってのですね、話っていうのもですね、ちょっとしていきたいと思います。これですね、結構撮影スタイルによってどっちがいいっていうのがですね、ありますので、その辺でですね、ちょっと私の個人的な撮影スタイルについてのですね、どっちの方が使いやすいのかっていうお話をしていきたいと思います。で、バリアングル、動画もですね、写真もですね、結構するの、どちらもですね、結構両方同じぐらいするので、この辺ではですねやっぱバリアングルの方が結構使いやすいのかなっていうふうにはですね思っております。これですね条件があるんですよ。センターにファインダーがついてるっていうのがですねちょっと条件なんですよね。はい、ファインダーっていうのはですね、センターについてるものと、例えば私が使ってるこの α6400 のように横にですねファインダーがついてるものっていうのがあります。このですね真ん中についてるのか横についてるのかっていうところで、バリアングルが使いやすいのか使いにくいのかっていうところがあるので、センターについてる場合はですねこのバリアングル結構ですね私には合ってる、撮影スタイルには合ってるものなのかなっていうふうに思います。じゃあこのセンターにですね
ね、ファインダーがついている時のですね、なぜですね、私に相性がいいのかっていうところのお話をするんですけども、基本このファインダーを除いての撮影っていうのが、だいたい撮影の全体の 50%、まあ 40-50% ぐらいですね、を占めています。なので、ほとんどはこのファインダーを見ながらの撮影になるので、このモニターっていうのは関係なくなるっていうところがですね、まあ、50% ぐらいですね、あります。で、残りの 50% なんですけども、下からだったり上からなどですね、撮影があるので、まあそういった場合にこのモニターを使うことがあります。そういった場合のですね、まあ 50% の中の 25% っていうのは縦撮影なので、まあバリアングルの場合はこの縦撮影の方がすごく使いやすいので、そういった場面でですね、まあ 25% の場合はバリアングルの方がすごく使いやすくなっております。で、残りの 25% っていうのがですね、まあこれがまあ2アクション。まあ、パカッと開いてくるくる回す、まあ、自撮りをしたりとかですね、ローポジションからですね、撮影したりっていう場合になりますので、この 25% ですね、そういった部分がこの2アクションの、まあ、めんどくささを我慢すれば、全然問題ないっていうところになってますので、まあ、それを考えると結構使いやすいのかなっていうふうに思います。で、移動する場合はこれ畳むんですけど、ずっと撮影する場合っていうのはですね、こう開いたままここをくるくる回すだけなので、まあ、そこを考えると 25% もなくて 20% かですね、まあ、20%以下ぐらいの確率でですね、まあ、この2アクションの面倒くささがあるのかなっていうところなので、まあ、その辺考えると結構ですね、まあ、いいのかなっていうふうには思います。まあ、これがですね、チルト式だと 25% の縦撮影っていうのがですね、まあ、丸々使いにくいっていうところになりますので、その辺を考えるとですね、結構私の撮影スタイルには合ってるのかなっていうふうにはですね、思っております。で、これがですね、サイドについてた場合、ファインダーがサイドについてた場合のですね、ことなんですけど、私的にはめちゃくちゃこれ相性が悪いんですよ。このバリアングルっていうのはですね、まあ、どういうことかというと、レンズの軸がありますよね。で、ファインダーの軸がですね、さらにありますよね。で、モニターの軸っていうのがここありますよね。3つそれぞれ違うんですよ。で、これですね、まあ、撮影をですね、ファインダーで覗く場合、モニターをですね、見て撮影する場合っていう、それぞれで、このですね、見え方、まあ、この軸っていうのが変わるので、まあ、ものすごい撮影しづらいと思うんですよね。なので、この α6400 とかですね、α6600 とか、α7C なんかにですね、このサイドにファインダーがついている場合っていうのは、まあ、ほとんどこのファインダーを使わずに、モニターだけっていう形になると思うので、そういった場合ですね、まあ、バリアングル、使いづらいんじゃないかなっていうふうに思います。個人的にはですね、まあ、ファインダーを覗くっていうのはすごく写真を撮るときっていうのはですね、まあ、重宝するんですよ。っていうのがですね、まずですね、こう左手で押さえますよね。これによってですね、縦軸のですね、ブレを抑えることができるんですよ。で、右手でカメラをですね、握りますね、グリップですね。これによって横位置のですね、このブレっていうのを抑えます。で、最後にですね、ここファインダーを覗くことによってですね、ここで抑えることによってですね、前後のブレっていうのを抑えることができるんですよ。まあ、これによってですね、まあ、三軸というか、縦と横とですね、奥行き、これのですね、ブレを軽減することができるっていうのが、このファインダーのですね、すごくいいところなんですよ。はい。なので、私はですね、そういったところでブレをですね、抑えることができているので、このですね、ファインダーを覗くっていうのは結構写真を撮る上では結構重要なんですよ。私の中では。そういったところで、まあ、ファインダーがですね、真ん中についている分ではですね、このバリアングルでも全然問題ないんですけども、これがですね、横についてた場合、ファインダーがですね、横についてた場合は、ちょっとですね、バリアングルの場合は使いづらいかな。写真を撮るときですね。まあ動画を撮るときはいいんですけども、写真をですね、撮るときは、まあものすごく使いづらいので、その辺ではチルト式の方がですね、いいのかなっていうふうにはですね、思っています。まあ皆さんのですね、撮影スタイルによってこれはですね、まあ良し悪しっていうのがあるかと思いますので、まあその辺ですね、自分の撮影スタイルでこの長所と短所をですね、見比べながら、どっちがいいのか、どっちが使いやすいのか、そういったところをですね、判断していただけたらと思っております。というわけでですね、今回ですね、チルト式とバリアングル、まあ、どちらがですね、使いやすいのか、どちらがおすすめなのかっていうところのですね、お話と長所と短所ですね、お話ししていきましたので、まあ、そういった私のですね、撮影スタイルでは、こういったですね、ものが合ってますっていうですね、まあ、例えば、ファインダーがですね、真ん中についていれば、バリアングルの方がですね、結構使いやすいっていう風なですね、お話もしました。まあ、縦撮影も結構するんでですね、そういった場面でバリアングル結構使いやすいんじゃないかな、私の撮影スタイルではですね、合ってるんじゃないかなっていう風に思います。チルト式
もですね、私の中では結構すごく使いやすいんですけども、まあ、いろんな場面を考えると結構バリアングルの方が自分には合ってるのかなっていうふうにはですね、思ってますので、まあ、この辺ですね、よかったら参考にしてみてください。はい。というわけでですね、今回の動画はですね、ここまでになっておりますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。今後もですね、いろんな写真や動画に関するお話ししていきたいと思いますので、よかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。